アゴン州、アゴン州は、桐山康夫、桐山聖雄、本名、筒見新久夫、筒見ます夫、ま夫により1978年、昭和53年4月8日に創設された、根本仏教系の新宗教である。毎年2月の節分に、炎の祭典、アゴンの星祭りという主言道の儀式であるごまの一種、大祭塔ごまとを、京都、花山にて開催することでも知られる。 毎月開催される霊災ごま手法と法話は、全国の主要拠点に、衛星中継とテレビ会議システムによる、新、アゴンネットワークシステムを利用して、同時中継されている。1948年頃に、桐山康夫が、横浜生麦に創設した、観音寺警会を前身とするアゴン州の名称である、アゴンは、ゴ玉タマブッタイコール、釈迦とその弟子たちの教法を伝える。 唯一の経典とされる、阿言行、阿マを影響とするところから名付けられた。桐山は、運命学、法華行、観音信仰、密教へ進み、阿言行の中にある七か三十七、道品という成仏法、因縁下脱の法を修行し、成仏力を得たとされる。新言宗根合ン派の北の恵みだからの弟子として、副館長をしていた時期がある。 阿ゴン州、山野草の知られざる、正体、早川和弘に、昭和30年頃に特度したと、北野恵宝氏の発言がある。桐山と反目した後に毎日新聞の記事、昭和51年6月24日付長官で、万事教団の牧大髄が、北野は特度も感情も与えていないと証言しているが、北野警報士が愛で死であったと証言していたと、 アゴン州の研究、霧山密教の内実に、北谷氏の元弟子英氏の証言にある。チベット仏教より、金剛、大蔵領部の伝法勘定を受け、忍魔派からは、ギルミ、ドルチェドドルチェル、一歳万礼事後金剛の法号と、金剛アジャリアの創意を授かり、その後、サキャツアル派から、ムガワン陸人テンペル、地上光明大各社の法号と金剛大アジャリアの創意を授かる。 ブータン仏教から下牛派の無常タントラユガの宝刀を受け継ぐ。さらには、南伝仏教のスリランカ仏教からもキールティスリ様、トゥータ、輝く、平和の大王という方法と名誉大僧上位を授かったと主張している。念力でゴマ機に火をつけるという念力ゴマを宣伝効果を狙い実行したが、念力のゴマは関西本部、 北陸本部、東京総本部の3カ所で実行された。霧山は、クんだりにーヨーがのチャクラ開発の技法を取り入れることで、旧文字法、念力の駒を成就し、それが、アゴン行の七か三十七同品の修行達成につながった、と自称している。霧山密教と言われたこともある。当時は密教を語って、修行による能力開発を強く打ち出していたが、 アゴン州立層に伴い、アゴン行画釈迦が直接説いた内容をまとめた唯一の経典であることを全面に主張するようになる。釈迦の記事であるインドやローマ教皇庁を訪問するなど、国際的に活動する。実質的諸女作は、変身の原理、昭和46年間で、すでに7か37、未知品について研究している。近年では、 1996年モンゴル大、斎藤ゴマトも、2000年の9.11後に行われた、ニューヨークゴマ法要、2003年パリ大斎藤ゴマトも、2006年、アウシュビッツ大斎藤ゴマトも、2007年シベリア、大斎藤ゴマトも、2008年イスラエル大、斎藤ゴマトも、2009年がダルカナル、大斎藤ゴマトもなど海外での法要を行う。最近では、 シベリア抑留犠牲者や港方戦線の戦死者など、太平洋戦争の戦死者、戦没者、殉難者の供養行事の集金が多くなっている。その要因は戦死した人の多くが霧山と同年代であり、その御霊を安らかにしたいという霧山の思いからである。という。1980年代には、ニューアカデミズムの流行に乗り、カジュアルなメディテーションをアピールし、 東京青山他に日本メディテーションセンターを開設運営した。また1983年のシーゲグラフにはアゴン州により制作された CG マンダラ83が出展されたり広告代理店に依頼したメディア戦略を取っている。また東京人保町にシャンバラというサロンを開設した。1983年にはチベット仏教ゲルク派のダライラマ14世は 1983年に、フツシャリを寄贈したり、1984年に、日本武道館における、第一回オーラの祭典でコマ団を並べて、合同ゴマを行った。また、1989年に、ノルウェーのオスロで開催された、ノーベル平和賞受賞式にもアゴン州を招待した。1991年、平成3年、炎の祭典。 アゴンの星祭り主法地の隣接地坂へ内、敷地約15万坪に総本殿、社会天大菩提寺を混流、チベット仏教、ニンマハミンドリン・デラコチェントルク州務総長一行を、招き盛大に、楽景法要を営む。1994年、平成6年より、それまで、金剛会、大蔵会の大祭藤ごまともであったものを、新仏領会の秘宝による、 大斎藤ごまともと変更した。仏会の本尊に新生仏者り、新海の主神として、笹の命を捧ぐ祭りし、新仏領界のごま団として毎年星祭りを行っている。1999年、平成11年からは、毎年、桐山自身が日本棋院名誉八段であることから、日本棋院主催のアゴン、阿言桐山杯全日本早号オープン戦に共賛している。 2016年、平成28年8月29日、開祖の桐山康夫が死去。アゴン州では、会員が日々に行う一連の作法、ゴン行の中で、2種類のアゴン行が独唱されている。アゴン州では、神座部仏教である、アゴン行を遺書にする理由について、社会外のどこの誰が書いたのか全く不明の偽りの経典、大乗仏教経典を、 釈迦の解いた経典であるとして、宗派を作り、教団を立てて、布教するのは正しくないことである。大乗仏教の経典には、内容的にも、致命的な欠陥があることを、霧山は発見しました。ところが、大乗仏教の経典には、どの経典にも、その修行の方法が一つも説かれていません。と主張している。阿言衆は、密教の様式を用いているので、 大乗仏教経典である、密教経典の大日経や、今後をいただき行を、持論の根拠として掲げる。さらに、後期大乗仏教の密教形式の儀式、ごまを修する。お釈迦様の悟りの一つである、空を説く、大乗仏教経典の般若心業や大乗仏教経典の法華行の一部である、観音業も取り入れている。さらに、 日本の神々も立てまつっている。参考、阿言行の時点ではゴマについては、バラボンよ。木片を焼いたから、清らかさが得られると考えるな。それは単に外側に関することであるからである。三言った二感やこれは、ゴマを炊いただけでは正常は得られず、日々の自らの心を見つめることも怠るなという意味。占いについては、随調の占い、天変地異の占い。 夢占い、僧の占いを完全にやめ、吉祥の判断を共に捨てた修行者は、まさしく世の中を遍歴するであろう。スタニパータこれは、最終的にはすべてを捨て去るという意味。象一阿本業には、先生術を深く体得し、吉祥を予知することに長けた、第一人者として、ナーガサマーラ、ナカナミラビクの名前が挙げられ、称えられているところから、先生術は全否定されていたのではない。 と主張する見解もある。森川真澄氏。また、阿含ン州では、仏舎車を本尊としているが、釈迦は、晩年で白に対して、すべてのものには必ず終わりがある。私の亡き後は、私の残した方が、皆のよりどころである。おこたらず、弁ぜよと語り、諸行無常は、必然とした上で競技の伝承を最重要と、説いている。なお、阿ゴ行は、 文字として記録された仏典の中で最も古く、パーリゴ仏典をカテゴリー分けした場合、教像にあたる。神座部仏教の阿言行を影響としながら、大乗仏教である密教形式を取ることについて、矛盾と批判があるが、桐山自身の言葉によると、BS 富士番組内インタビューより、阿言行は最古の経典であり、最も古い仏教であるが、それゆえ、 形式というものを持たない。一方、密教は、大乗仏教の最後に登場し、形式が最も整った仏教と言える。反面、形式化が進みすぎた嫌いもある。現代において、阿言語を布教するにあたり、密教の形式を借りるという形を、定ーとして出したのが、阿言宗である。と述べている。仏教の根本思想である、因縁化法、すべてのものは、 元から始まり、縁により生じた結果が、輪廻していくという教えから、縁を変えれば、因も変わるという因縁下脱を修行の目標とすると、している。アゴン州では、因縁を人生に当てはめを大まかに分類すると、32の運命的傾向になるとしている。アゴン州で付けられる、悪因縁、横変死の因縁事故、他殺、自殺のいずれかで亡くなる不幸な運命、 警告の因縁犯罪などに関わり服役処罰を受ける運命。肉親血縁の因縁肉親同士が争い合う運命。ひどい場合は殺し合う。カ運衰退の因縁家の運気が衰退し、活気がなくなる、没落する。肉体障害の因縁家が手術など、肉体に障害を持つ運命。癌の因縁文字通り癌になる運命。循環器系障害の因縁心臓。 肝臓、腎臓など循環器に障害を持つ運命。呼吸器系障害の因縁肺や気道など呼吸器に障害を持つ運命。脳障害の因縁脳に病気や障害を持つ運命精神病者も含まれる。中途挫折の因縁物事7、8分で挫折する男性に多い。夫婦縁障害の因縁結婚生活が不運である。ご家の因縁三十代くらいには、 夫と生死別する。式場の因縁男女間の問題で苦しむ、恋愛不倫。運気不定不沈の因縁一生寝なしそうのような、人生を歩む、路上生活売春。夫、妻の運気を酷する因縁配偶者の運気を、はなはだしく悪くする。逆音の因縁恩人にはなはだしく迷惑をかけ、孤立する。財運水の因縁金は入るがそれ以上に出ていく。 無理に貯めると破綻する。弁業の因縁特定の職業以外では、成功できない芸能人水商売芸術家など。アゴン宗教学部、人はどんな因縁を持つかよりまた、生、老、病、死という別の表現法もある。また、因縁の因の例として、癌や交通事故などで亡くなった、親類縁者や水子が不条物例として現世に悪影響を及ぼす。 と主張している因縁下脱参照。アゴン宗に限らず、現世と死者との関連についての解釈は、宗教観により異なる。また、唯物論的立場を取るか、死後の世界を認めるかによっても、上記の驚愕についての見解は、分かれるところであろう。なお、アゴン教自体には、死後の世界はあるか、ないか、霊魂はあるか、ないか、世界は常住か、 無常化という刑事上学の問題についてはお釈迦様は答えず、無きに。自分、お釈迦様が法を解くのは苦しみから解き放たれるためだ。刑事上の問題に惑わされ、またそのために苦しむな。と教え戒められた毒矢の例えがある。ただし、阿ご行の中に霊魂と思われる存在を指す。委ン、魂神、魂霊、神式。 神式などの言葉が登場するのも事実であり、輪廻天章に関する記述が大量にあるのも事実である。1954年、昭和29年、観音寺警戒を設立1959年、昭和34年、潤太古村、因縁下脱戦作業を開始1969年、昭和44年、第二次山根豪火事。 観音寺警戒となる1967年の、節あり1970年、昭和45年初五まにて、年力の五まを卓同年4月に大斎藤五まともが、始まる1978年、昭和53年4月8日、アゴン州、立僧1983年、昭和58年、ダライラマ法王朝より新政府社里を、廃除1984年、 昭和59年5月東京、日本武道館において、第14世位、ダライラマ法王とゴマを焚き、世界平和を祈る、オーラの祭典を、挙行1985年、昭和60年3月ローマンカトリックの総本山、バチカン四国での、国際青年平和集会に招待を受け参加。バチカン四国施設団400人。この招待を受けたのは、日本の教団では、 ワゴン州の海。館長は、サンピエトロ大聖堂特別越見室で、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ・イーヨに、液検1986年、昭和61年4月スリランカで、ジャヤワル・ダナ大統領より新政府社里を、排除1987年、昭和62年スリランカより、聖母大寺を贈呈される1988年。 昭和63年2月イスラム教の最高聖職者、アブラドゥルモネールネムル法王及び学者を招き、世界平和への宗教フォーラムイスラムとアゴン州の出会い、京都を開催1990年、平成2年9月第4回、世界宗教者平和会議に出席バチカン四国において、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世と特別越見1991年、 平成3年4月はゴン州元山総本殿、釈迦山大菩提寺落景法要。1983年チベット政府より、外国人初の高い総意法号、一歳一万零首五根号を授かる。1988年チベット仏教会より、総意の死の位、アジャリーを授受,受。1992年スリランカ仏教会から、名誉大僧正の総意。 宝号、キールティスリサーマドゥータ、輝く、平和の大王ジュジュ。1993年チベット仏教最高僧位、コンゴダイアジャリアと、宝号、友勝光明大覚者、ウンガン・リンズ・イン・テンペル・ジュジュ。1994年ミャンマー仏教会から、僧位、アシン・ウィートツダ・タンダ・マナ、非常に高潔で平和を将来する尊い総法号、テイラ・ワーダ・サーサナのツガ・ハベツク。 釈迦の真の教えを保護し、伝道してこられた、大尊者ジュジュ。1999年チベット仏教会から、東大最高の人物に贈られる、名誉称号、パンティッタを授かり、チベット仏教、人マ派総本山、ミンドリンデラで、称号認証式兼業。1983年チベット仏教、人マ派総意法号、一切万礼士五根号を排除。 1988年チベット仏教、ニンマ派、金剛アジャリ法官授与勘定の式典挙行。1993年チベット仏教サキャアル派より、金剛会、大蔵会寮部の伝播勘定。2010年ブータン仏教、カギュ派より、後期タントラユガの宝刀を受け継ぐ。1992年スリランカ仏教シャム派より、名誉大僧正の僧意を授受。 1994年ミャンマー仏教会最高の総意、法ュジュ、不明。1991年チベット仏教、ニンマ派仏教大学名誉学長就任。1995年、アメリカサンフランシスコ大学理事に就任。1996年モンゴル国立大学より、名誉哲学博士学位寿ジ寿ュジュ。1997年中国。 国立中山大学名誉教授ジュジュ。1998年中国仏学院、仏教大学名誉教授就任。1999年モンゴル国立大学より、学術名誉教授ジュジュ中国、国立北京大学より名誉教授ジュジュ2001年大王国国立、玉沢ト大学より名誉博士号ジュジュ2003年ロンドン大学ソアス名誉フェローシップジュジュ。 2005年モンゴル科学アカデミーから、名誉哲学博士の学位授受。2012年北京外国語大学名誉教授を授受。平成5年伊勢神宮第61回、式年仙宮法祝、神仏了解大斎藤ごまとも平成13年、ニューヨークごま法要、リバーサイドチャーチ、リバーサイドチャーチ平成15年パリ大斎藤ごまとも、 フランスのパリエッフェル島前のシャンドマルス公園平成16年、東京大祭藤ごまとも、東京お台場平成17年広島大祭藤ごまとも、広島平和記念公園、原爆供養島前、平成18年、6月8日アウシュビッツ大祭藤ごまとも、ポーランド国オシフィエンチムシ平成19年、7月9日、シベリア大祭藤ごまとも、 ロシア国ハバロフスク氏平成20年9月10日イスラエル大斎藤ゴマトも、イスラエル国エルサレム氏平成21年10月6日8日ガダルカナル大斎藤ゴマトも、ソロモン諸島ホニアラシパプアニューニニア独立国ウエワク氏平成22年第2回オーラの祭典世界平和記念マヤとアゴンの合同法要平成24年世界平和記念太平洋 戦争戦没者上仏供養養生法要本種、平成26年本大震災規制者上仏供養、震災復興、国土安穏記念神物領海福島、大祭藤五まとも、福島県南相馬市、ひばりが原災上地平成26年、東日マリアナ諸島戦没者上仏供養世界、平和記念神物領海サイパンテニアン、大祭藤五まとも、サイパン島、 平成27年世界平和記念太平洋、戦争戦没者成物供養沖縄大斎藤ごまとも。平成29年からふと、千島、北、太平洋戦没者成物供養法用、大斎藤ごまとも。平成30年シンガポール御成果五星化ごま法用毎年。スリランカでは、経済的困難で教育が受けられない学生への、 奨学金の授業を十数年間続けてきており、奨学金を受けた学生は1000人を超え、多くの学生を支援しているという。中国では、教育が十分に行き届かない壁地への小学校の建設を10年前から続けており、すでに10校の建設が行われたという。その他、イタリア、ブータン、チベット、モンゴルなどで、継続的な奨学金や教育支援活動を行っている。 北京大学、霧山教育基金授与式兼業。北京大学、大王国国立、多摩サート大学スタジオ一式寄贈。中国、安価圏総運霧山小学校設立。湖南省、ブータンに教育援助。ルーブル美術館の教育文化活動援助で寄付。契約、ブータンに、仏教留学。北京大学、霧山教育基金中山大学歴史系。 桐山基金小学校設立石膏小音、四霧山小学校両名賞に、桐山久敷小学校建設2002年、平良合第2町、桐山希望小学校設立、河北省2002年東なる県老古陣桐山希望、小学校設立、山東省2003年安科県総運桐山、小学校設立、湖南省2004年大義支流上人平良祭桐山、 小学校設立、紀州省2005年間イヤホキリヤマ小学校、監宿省2006年、サンズイルイガシメシリョウクメシリョーチンリン小学校、キリヤマロウ、カナン省2015年日中友好活動に貢献してきたことを、中華人民共和国政府から称えられている。スリランカアゴン州友好財団、スリランカの省、中、 高校生を対象とした奨学金設立。霧山艦太平洋財団、米政府、カリフォルニア州政府認定財団、艦太平洋研究センター、霧山艦太平洋研究大学講座が設置。非宗教法人である、包括団体として、アゴン州本庁があり、その下部組織として、宗教法人アゴン州元山、宗教法人アゴン州関東別院及び、 宗教法人アゴン州東海別院が存在するという構造を持つ。州務局法務部系理部共選部営前管理部、出版部専修学院が学部。桐山康夫、立夫妻の間の娘の森町子が社長を務める。2013年9月まで、日本全国のラジオ局で、アゴン州の宗教番組、さあやるぞ必ず勝つもしくは、アゴン名作シリーズを放送していた。 アゴン州館長、霧山康夫の著書である同名の本に掲載されている、法話集をパーソナリティが毎週朗読した字に、霧山本人が過去に行った講話を放送することがあった。またアゴンの星祭りがある毎年2月には、星祭り特集を2週にかけて放送することがあった。アゴン州が所蔵する仏像の中でも、仏教美術として、美術館に出品する場合がある。 フッツ山村像、2から3世紀がアンダーラより湿度、フッツ立像、124センチメートル、3世紀頃、スワート湿度などを出品。海外での活動で最も活発に活動しているのは台湾である。2013年には台北県淡水地に台湾本山道場が落景し、その落景法要には競争である、霧山康夫をはじめとして、 アゴン州法務部職員が務めた。このイベントの模様はインターネット中継にて日本国内の道場へ生中継された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。